次に宮本岳志さん、はい、宮本さん。日本共産党の宮本岳志です。私は2月8日の党委員会で統計委員会タスクフォースが1月14日に発表した国土交通省の建設工事受注動態統計調査をめぐる事案についての精査結果報告書を取り上げて質問いたしました。その日は残念ながら統計委員会の出席がかなわなかったわけですけれども、本日は統計委員長にご出席をいただいております。統計委員会の議事録などから委員長の発言を読ませていただきました。事案が発覚した直後、12月24日の統計委員会で椿委員長は、今回の事案が2019年の毎月勤労統計をめぐる問題について明らかになった、国民が信頼を失って協力していただけないような状況になることが最も危惧するところだと危惧を表明されておられます。公的統計への信頼にも関わる今回の事態を、椿委員長はどのように受け止めておられますか。参考人、統計委員会椿委員長。ご指摘のとおり、毎月勤労統計調査の不適切事業の事案の発生を受けて、公的統計の信頼回復がすでに大きな課題となっております。統計委員会からのですね、提言等に基づき、政府による各種の取り組みが行われている途上でございます。その中でですね、今回のような問題が発生したことは大変遺憾であり、統計の品質確保という、それを公的統計の最も基本的かつ重要な問題が改めて浮き彫りになったと考えております。統計委員会としては、国土交通省の検証委員会の報告書や、私どもの対応精査タスクフォースの報告書を踏まえて、専門的な精査を含め、公的統計全体の品質向上や重大なリスク事案の発生防止、ひいては信頼性の確保に向けて全力で取り組んでまいりたいと考えております。委員長、宮本岳志さん。ところが残念なことに、先日また着工統計で調査票の配布遅れまで明らかになりました。委員長の正直信じられない、統計自体が期日に公表できなくなるという一番大変なリスクが生じている、新聞上での報道ですが、こういう発言が、報じられております。繰り返される国交省の統計問題は組織的問題、まさに構造的問題がそこに横たわっており、徹底的に解明することが急がれると思います。統計委員長のご認識をお伺いいたします。参考人、統計委員会椿委員長。これもご指摘のとおり、3月28日の統計委員会で国交省から建築工事費調査についての調査票の配布が調査計画上の当初予定より遅れているとの報告がありました。このようにですね、当初の調査計画の実施にあたってその進捗自体に遅れがあり、計画の修正を通じてリカバリーしなければならない事態になっているということは、私にはこれまで経験したことがない案件で、遺憾であるとともにですね、むしろ率直に申し上げて驚いたということがございます。いずれにせよですね、本統計調査についてはスケジュールの遅れによって調査結果の利活用に支障が生じることがないようにするということが最重要と考えております。国交省において直ちにリカバリーに全力を尽くしていただきたいと考えている次第です。統計委員会としても国交省の当面の取り組みに対してしっかり協力してまいりたいと思います。宮本岳志さん。国交省の建設工事受注動態統計調査の不適切処理にかかる調査、かかる検証委員会報告書ではですね、学算処理について、開始時期は明らかではないものの、合算は少なくとも建設受注統計調査が開始されたときには、本件統計室が都道府県に対して指示をしていたことが認められるとしております。また検証委員会報告書は18ページで、2011年9月まで在籍した課長補佐やその後任の課長補佐は説明会に出席しており、合算処理の説明を聞いていたと認められるが、係長以下の行う集計業務という意識から耳を傾けて聞いていたことはなく、推計方法の変更の過程で合算処理は意識になかったなどと述べております。しかしその一方で、係長は課長補佐も本件合算処理を認識しており、相談の上で本件合算処理を続けたと供述しており、供述が食い違っております。
2月8日の当委員会でどちらが事実なのかと国交省に質しましたが、国交省は2人の供述が食い違っているということを繰り返すばかりでありました。しかも奇妙なことには、供述が食い違っているにもかかわらず、わざわざ名を書きを付して作為的な意図は認められなかったとか、時の政権のために二重計上を生じさせたことは確認できなかったなどと書いております。合算処理が少なくとも2000年以降恒常的に行われてきたことを国交省が組織的に把握していたかどうかは決定的な問題であります。1月19日の統計委員会では、委員会の現時点まで遅延停止された調査票の取り扱いに関する対応方法についての内部での協議はなかったのかという質問に対して、国交省の回答は、報告書に記載された2019年4月以降のことしか触れておりません。長期間行われてきた合算処理について触れられていないことに、私は非常に違和感を覚えました。合算処理が2000年から長期間にわたり組織的に把握されていなかったという国土交通省の主張について、統計委員会はどのように認識しておりますか。参考人、統計委員会椿委員長。委員ご指摘のとおりでございまして、我々は統計国交省のですね、報告書というものを見たわけですけれども、合算処理にですね、人的および物的理由がなかった余裕がなかったために、当該処理の是非を検討し、これを見直す機会もないまま、それが継続され、室長ら幹部にも現場任せにしていく。二重計上については、集計実務を担当する係長、係員はその気づきが得られず、さらにですね、推計方法の見直し過程で、係長以下と推計方法を検討していた補佐以上の間で十分な情報共有がなされず、その背景に分業意識があったとされております。これは極めて由々しきことなんですけれども、統計委員会に置かれた公的統計品質向上のための特別検討チームでは、現在、この検証委員会の報告書について精査を進めておりまして、未然防止措置のあり方について検討をしているところでございます。委員長、宮本岳さん。はい、今、椿委員長が触れられたようにですね、国交省の報告書では、本件統計室は通常業務をこなすだけで手一杯となっており、人的物的余裕がなかったため、これを見直す機会もないまま続けられたなどとしております。調べてみると、確かに国交省全体の統計職員は2001年度と2021年度とでは半減以下という状況になっております。人的確保は必要だと思います。しかし確保されていないから統計を不正確なまま放置したなどというのは到底許されないと私は思いますが、改めて統計委員長のご見解をお伺いいたします。参考人、統計委員会椿委員長。質の高い統計を作成するためにですね、十分な質と量の統計職員を確保することはもちろん重要であり、このこともですね、含めて統計委員会で議論していきたいと考えておりますけれども、議員ご指摘のとおり、人員だけの問題として完結するものではなく、先ほども申し上げましたけど、品質管理、品質マネジメントの観点からですね、しっかりと課題を整理する必要があると考えます。繰り返しになりますけれども、変化点管理というようなものをきちっと行う、それから誤りの発見、対処、改善に向けて、誤りを不正としないようなリスク対応を確実に行う、そういうことをきちっとですね、申し上げたいと思います。このようにですね、統計作成者が当たり前の基本を着実に実施する業務サイクルと、当たり前のことを確実に実施できる体制を構築し、誤りが発生したときは、誤りを直ちにまとめて適切に対処していく、これを統計行政に定着させることが、将来的な重大なリスク事象の発生や、重大なリスクへの進展を極力抑えていくことになると考えているところです。委員長、宮本岳さん。それでついに2019年11月には、国交省の不適切な合算処理が会計検査院の知れるところとなりました。国交省報告書の24ページ以下に、その後の統計室での議論が記載されております。25ページには、合算処理をしない数値を公表すべきという意見と、合算処理をして公表すべきという意見が対立したとされております。2020年1月下旬頃に、
課長の判断により過日分は前月分のみを入れるといういわば折衷案を採用することに決まったなどと書いてあります。2月8日の当委員会ではこの課長判断の折衷案について私はこれが折衷案になるのかと率直に統計委員会の立場を聞きました。すると国交省から具体的な内容の説明が行われておらず判断を行うための材料を持ち合わせていないので統計委員長としての回答は差し控えたいとの答弁がされました。またまずは統計委員会に報告し意見を確認していただいた方が適切だったとの椿委員長の言葉も伝えられました。私は国交省がこんな不適切な統計の扱いをしておきながらそれが発覚しても正直に統計委員会に報告することもせず折衷案などと称して足して二で割るようなことをすれば統計はますます真実から遠ざかると思います。改めて、椿委員長にお伺いしたい。国交省はどうすべきだったのか。参考人統計委員会椿委員長。これもですね、議員のご指摘通りなんですけれども、特別検討チームにおいて精査中なので、統計委員会という組織としての評価は差し控えなければならないと考えています。ただ、統計の専門家としてお答えとするとすればですね、この報告書であった、先ほど紹介のあったような議論というものの中で、一定の統計的な観点からの検討や配慮はなされたものと推察しております。しかしながら、折衷案は数値変動を緩和しつつ、それまでの二重計上を含む誤った数値を正しい数値に順次移行させるための経過措置と誤解されかねないと考えているところです。したがってですね、このような疑義を生じる可能性がある以上、この種の折衷案的処理を行う前に、まずはですね、二重計上があったことも含めて、適切な訴求処理と経過措置等を統計委員会に報告、相談していただくべきであったことは明らかだと考えております。その上で、二重計上と本件合算処理承継状態が問題となっている中で、この種の折衷案を合算する根拠も示されていないということから、合算的な処理自体はあまり合理的なものではないというふうに考えている次第です。宮本岳さん。到底、折衷案と呼べるものではなかったと思います。この問題に対しては、統計委員会や総務省の対応もですね、問題だと言わなければなりません。統計委員会はタスクフォースを設置して、すでにこの精査結果報告書をまとめておられます。この32ページから33ページにかけて、2021年8月、会計検査院報告に関連した取材対応に係る国土交通省からの照会対応について検討しております。そこでは、職員は当該取材対応概要メモ中のダブルカウントという文言を読み飛ばしたと主張するが、当該職員の本務である国交省の調査計画違反か否かという質問への回答に気を取られていたという結果であったとしても、注意を欠く不適切な対応であり、結果として、閉任職員の立場を効果的に活用できなかったことは極めて残念であるとまで言っております。把握できなかったことはやむを得ない面があるとも書かれておりますけれども、果たして読み飛ばしてもやむを得ないものなのか、取材対応概要メモやメールの内容を見てみないと、私たちも判断できません。統計委員会タスクフォースも、エビデンス、いわゆる証拠を示したいと思うからこそ、詳細な資料をこの精査結果報告書にはつけたのだろうと思うんですけれども、ところがマスキングがかかっていて全く読めない資料があります。しかも事実上ののり弁でありながら黒く塗るのではなくぼかし処理がされております。このような画像処理の技術的な提案は統計委員会事務局、つまり総務省の側から統計委員会に提案したと総務省は私に答えましたけれども、椿委員長、これは間違いないですね。参考人統計委員会椿委員長。タスクフォースにおきましては、まさに議員ご指摘の箇所のように、報告書においてですね、少し厳しい指摘や評価を行ったものについては、その理解に資するために判断根拠となった資料を示す必要があると考えました。他方でですね、タスクフォースは総務省職員の個人間のメールや、公表されてない資料や、正規式な資料でないものは、公表しないということを職員に伝えた上でヒアリングなどを行い、
その結果、率直な反省材料や改善意見を頂戴したところです。したがって、そのまま報告書に添付するのはタスクフォースとしては適当ではないと考えたところです。そのような中で、ぼかし処理を行うことで報告書に添付することができないのかという技術的なアイデアがタスクフォースの事務局から提案され、これについてタスクフォースとしても採用することとしたものでございます。委員長、宮本武さん。提案が事務局からされたということが確認されました。配布資料を見ていただきたい。資料1は2月8日 にも配布したタスクフォース報告書の89ページ90ページに掲載された画像処理された国交省のポンチ絵であります。マスキングを外してみたらこの通り何の問題もない資料でございました。もちろん若干の違いがあります。東側、左側、ぼかしのかかったものは参考資料15の昨年8月20日付の国土交通省から経済統計審査官室への連絡メールに添付されていたもの、そして右側は改めて同じ資料の昨年12月時点のものを私が国土交通省から直接受け取ったものであります。私はこの資料の8月20日時点のものを国土交通省に要求しましたが、なぜか答えは探索中である、特定できないというものでありました。国土交通省、この統計委員会タスクフォース精査結果報告書の参考資料に添付されている資料がなぜ特定すらされていないんですか。国土交通省、大沢大臣官房サイバーセキュリティ情報課審議官。お答えいたします。委員のご指摘の統計委員会のタスクフォースの報告書にあります参考資料でございますけれども、これは国土交通省が作成した資料であるということは考えてございます。ただその資料が国交省としてはどの資料を該当するのかときちんと特定する必要があるというふうに考えてございます。委員長。宮本武さん。特定されていないんですね。国土交通省大沢大臣官房サイバーセキュリティ情報課審議官。お答えいたします。報告書についている参考資料をきちんと見て照らし合わせてきちんとこう合致させるというようなことでの確認というのはいたしておりません。委員長。宮本武さん。統計委員長、タスクフォースがお付けになった資料確認すら特定すらできていないという答弁ですけど、いいんですか。参考人統計委員会椿委員長。この点について国土交通省の立場を明らかにすることは私自身のミッションではございませんけれども、先ほどご指定いただいたこのぼかし処理のものが、我々が 見ている資料の中で時点、先ほどありましたように時点が違っているという資料であるということは我々も承知しているところです。はい、委員長。宮本武さん。いや、時点が違っていても事実お持ちでそれに基づいて精査されたわけですね。それが今頃国土交通省は特定できませんと探してますという答弁ですから話にならないんですよ。提出できないというのと特定できないというのでは天と地ほどの違いがあります。配布資料2を見ていただきたい。右側は総務省の情報公開個人情報保護審査会が森友学園との土地取引にかかる行政文書を不開示とした財務省の決定について2019年6月17日に取り消すべきだとの判断を示し、2019年11月18日に私に開示された財務省の私宛ての答弁書、つまり想定問答であります。財務省の情報公開個人情報保護審査会に確認いたしますが、2019年6月17日にそういう取り消すべきだとの判断をしたのは事実ですね。総務省吉牟田情報公開個人情報保護審査会事務局長。判的。お答えいたします。委員のお尋ねにありました、答申では原処分の不開示決定について理由提示の不備を理由として原処分を取り消すべきとの答申を行っておりますことは事実でございます。委員長。宮本武さん。時間が来ましたけれども、配布資料の2の左側はタスクフォース報告書92ページに参考資料として添付されている会計検査院特別検査対応の想定問答と思われるもので、
まあ、同じく一言一句読めない処理が施されております。争点問答というものもこういう形で解除されているわけであり、そして不開示決定が不適切であるので開示すべきという判断も出ているわけでありますから、私は明らかにすべきだと思います。明かすと今後の業務に影響があるなどと繰り返すんですけれども、開示されてみれば何のために非開示にしているのかわからないような内容です。だいたい統計データの不正など二度とあってはならないんですから、今後の業務に差し障るはずがないんです。直ちに開示することを求めて私の質問を終わります。